こんにちは、小平です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今はね、皆さん大変な時期かと思いますが、力を合わせてね、この状況を乗り越えて、平和な日常をみんなで取り戻しましょうというね、一応真面目な挨拶もしましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。家で暇ですっていう声がね、大変聞こえてきましたね。僕も同じです。僕はというとですね、基本的なトレーニングは続けているんですが、コースにはね行ってないですね。トレーニング以外の時間はずっと家に行って、だらだらと過ごしていました。この約2ヶ月でね、これはねだらだと思ってね、動画を撮り始めています。それでですね、今日の、メインの動画になるんですが、僕の友人でもある、そして BMX レーサーのカイ君への、僕なりの応援メッセージをね、YouTube を通して彼に届けたいなと思って動画を撮っています。カクカスフィルムズ。ちょっと殺風景だったんでね、この古畑涼介君のお母さんから、いただいたこのサスボテンのね着物、これを持ちながら、動画撮っていきたいと思います。カイ君はですね、もともと前にも動画で紹介したんですが、隣の市にカイ君住んでまして、何年ぐらい前かな、彼が10歳ぐらいの時に多分オーストラリアの方に行ったんですけど、その7、8、9、10、4年ぐらいはずっと一緒に TBS 緑山スタジオの BMX トラックでですね、で一緒にレースしてました。で当時はですね、僕がほとんど勝っていたんじゃないかと、記憶しています。府中の方でうちの親父が働いてたんですけど、その駅の前のなんか屋台みたいなところにすっげー体のでかい外人さんが座って食ってる貝のね、お父さんマーティンだったっていうね。でそんな貝くんなんですけど、練習に対して彼ほどストイックな人見たことがないなと感じていますね。でこれは僕だけが感じてることではないと思います。彼と一緒に過ごしたことがある人はみんなね、そう思うんじゃないかなっていうぐらいストイックにね、練習に取り組んでいました。でその努力の成果もねあって、どん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 速くなってね、で昔僕勝ってたんですけど、最近じゃもうね全然勝てなくなってますね。あっ、でも去年の大阪国際僕カイ君に勝ってます。ワールドカップとかね、もう全然勝てないですね。彼本当に速くなってますね。はい、でそんなストイックな彼なんですけど、でも話すともう全然冗談も言い合えるし、本当にいい友達でね、嫌いな人なんて一人もいないんじゃないかなと思う。そんなカイ君なんですけれども、知ってる方が多いと思いますが、今年の2月にオーストラリアで行われたワールドカップで彼が転倒して、で、ドクターヘリで運ばれて、1週間2週間ぐらいは僕は彼の状況を全く分からなかったので、ユキさんのその後のアップデートで彼の状況を知ることができました。また2、3日前にも新しいアップデートがあって読んだんですが、日々彼の状況が良くなっているということが分かって安心しているところですね。はい、そんな彼の状況を知った世界中の BMX レーサーや彼の友人たちが彼を応援するためにですね、ハッシュタグとかあといくつか、支援サイトとかもあるので、ちょっと簡単にご紹介していきたいと思います。まず一つがハッシュタグカイファイト77、ハッシュタグをつけてインスタとかツイッター、フェイスブックに投稿をすると彼のメッセージを届けられるというものがあります。これが誰にでもできる彼を応援する方法なのかなと思います。またですね、ロードトゥリカバリーというサイトで直接彼に資金支援もすることもできるようです。日本国内でもカイファイト77ステッカーというのがつい先日、できまして、このステッカーを買うことでも、彼を応援することができるようです。リンクを貼っておくので皆さんチェックしてみてください。ハッシュタグカイファイト77、あとロードトゥリカバリー、あと日本でもねステッカーを買って彼を支援することができるようです。人を応援するとか人を思う気持ちというのは届くと思います。みんなの思いが大きければそれだけのパワーを彼に届けられると思います。またカイ自身もとても芯が強くね、本当に尊敬できる友人なので、
リハビリとか大変だと思うけど必ず乗り越えられると信じています。そしてですね、先ほど言い忘れてしまったんですが、カイ君を応援するね方法のもう一つとして Spotify 音楽のアプリですね、でハッシュタグをつけて、カイファイト77でプレイリスト作ると、彼が聴けるようなので、ぜひぜひねみんなの好きな曲でプレイリストを作って彼にね届けてあげてください。そしてですね、応援メッセージとか動画でしか伝わらない、雰囲気とかもあると思うので、応援メッセージ、動画メッセージ僕の方に送っていただければ、あの YouTube に載せて彼に届けたいと思いますので、メッセンジャーやまた、何かしらの方法でぜひぜひ動画送ってきてください。お願いします。というわけで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。なるほどね。うん。入ったかな。好きだよね、絶対。こんなマイクついてんの。The most important thing to be successful in BMX, you have to start with this right here. You have to start with the belief that you can do something.The first person that ever went to the moon. The first person that invented the goddamn wheel. Everybody would have been looking at him as if he was crazy. That's never gonna work. But without that person that invented that goddamn wheel, we'll still be walking around here. Somebody has to be the person that says, I believe I can do this shit.Be the person who has a new idea. Be the person that believes that he can do things when nobody else believes he can do it. 以上です。